ペロペロキャンディーが現れた。お、必殺。空分なし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。何のマークもない気がしたけど。あ、でも友達マーク2つってことは多分。ですよね、そう思ったよ。あれ ?2 組いるの?マジで?とりあえず現在進行形で喧嘩してる方にするわ。仲直りさせておくわ。腹が立つことがありました。笑顔で怒る人や子は肉と喧嘩しました。うんうんうん、腹が立ちます。なぜ喧嘩をしたのかは知らんけど、とりあえず仲直りをしてください。よし、エビピラフで一発解決やね。解決するかどうかはちょっとわからんけど、そこはちょっとわからんけど、まあ、とりあえず機嫌は治るはず。あれ、エビピラフ買いに行ってまで与えるやつ。ゆすむくんや、ここで働きよったんやね。ありがとうございました。はい、じゃあこれをどうぞ。いただきます。はいはい、どうすか。はい、来たー、いきなりの。いきなりの、しかも怒っとった上に鬼の角ついてるし。大好物だったようです。気分が落ち着きました。うんうん。仲直りしてこようと思います。さあ、ちゃんと許してくれるんだろうか、リックンは。ね、こっちは別に機嫌が治っとるわけでもなんでもないけんね。いけるか?この間はごめんなさい。お願いします。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で Nintendo 3DS LL。 はい、どうぞ。道具 Nintendo 3DS LL をプレゼントしました。これにこれもあげます。はいはい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。体も温めるといいらしいです。でもこの季節に温めてたらちょっと死ぬかな。ちょっと死ぬかな。あれ?なんかさ、お?ここか?なるほど。ネムちゃんか。喧嘩をしていたのは。どこに行ってたの?家の方かな。怒ってます。どうした?どうした?喧嘩しました。ん?さっきの小泉さんじゃなかったよ。え?ミカちゃんじゃなかった?ちょっと3組おると。マジか。どんだけだよ。みんな喧嘩しすぎやって。じゃあとりあえず、ほら、かき氷でも食べたら、さっぱりすっきりするはず。ほいほい。どうすか?すごく美味しかったようです。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。うんうん。さあ、ちゃんと仲直りできるだろうか。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。ふぅ、これでとりあえず無事二組は解決。あと一組。あと一組。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。仲直りできました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。お似合いの夫婦だねって言われると嬉しくなります。これからもずっとそうあってね。かけがえのない人いいと思う。ちょ、親友関係が、ちょっと、危うい感じになっているけど大丈夫?ゆうさん。
よし、それじゃあ。ミカちゃんの喧嘩の相手は家におるんかな。はい。キング入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。はい、スタート。行きますの。来い。あ、はっ。失敗。あー、行けたと思った。もう一回。もう一回だけですの。さあ、来い。行きますの。はい。あ、ほ。失敗。あはは。マジか、その中間。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。毎日楽しく暮らしたいです。毎日楽しく暮らせるでしょう。大丈夫。ほら、のりちゃん。超満足。のあくん、多分信頼してる。めっちゃ微妙な感じやけど。ちゃんと信頼してあげて。はい、クロワッサンでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。あの、硬いチョコが入ってるクロワッサンとか美味しいよね。私あれ好きなんやけど、めっちゃ。ちょっと棒状の。よし、それじゃあ。ミカちゃん入ります。相手は誰ですか？腹立つことがめっちゃ怒っとる。どうしたどうした？マホと喧嘩しました。マホちゃん？あとはマホちゃんは多分まあ家でサナさんと一緒におるんかな。仲直りして。じゃあこのイライラも沈めてください。それじゃあクッキーでも食べて心を落ち着けて。うんうん、きっと手作りクッキーなはず。え、あんまり美味しくなかった。マジで。ということはソフトクリームどうぞ。やっぱ夏場は冷たいものの方が良かった。まあ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 かい。じゃ待って、まほちゃんの方行くわ。んーと、ということは一軒家ここかですね。じゃあ二人でのんびりしよる場合じゃないよ。まほちゃんお呼び出しします。サナさん、サナさん、ベランダにその格好で大丈夫？ベランダ？ベランダでもないね。軒先。ミカと喧嘩しました。腹が立ちます。ほらほら、落ち着いて仲直りしよう。このイライラも沈めてください。うんうん。サナさんとマホちゃんはめちゃくちゃいつまでもラブラブだね。いただきます。はい、どうぞ。どうすか。まあまあ、ダメだな。もっと、もっといいものを。グレープフルーツ、どう？いただきます。ほいほい。どうでしょう。お、結構美味しかった。よかった、これで。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。さあ、行ってらっしゃい。ミカちゃんも今はね、ちょっとお腹いっぱいやけん。まあ、満足っちゃ満足やとは思う。どうでしょう。この間はごめんなさい。お願い。許しません。マジで？ソフトクリームじゃダメだったか。つら。うまくいきませんでした。ダメでした。まあ、そういうこともありよ、しょうがない。サナさんが励ましてくれるけん大丈夫なはずよ。ちなみに喧嘩の原因はクマちゃん？仲直りできませんでした。あ、違う。ミカの母さんベベト。母さんベベトっていう方が母さんベベトなんだもん。小学生のような喧嘩をしているね。喧嘩の原因まではわからないけれど、小学生のような言い合いだね。さあ、それじゃあ。誰ですか？ちょっと来てもらえますか？お、キャンディーさん。コインが1人前に成長しました。コインちゃんめっちゃ大きくなったね。キャンディーさんそっくりや。コ
この子の成長のために一人目が濃いめさんにそっくりやったけん、キャンディーさんにそっくりなコインちゃんいいと思う。どちらがこの子のためになるです。でも、もうマンション見飽きでやだな。はい、誰かが引っ越すまで少し待つことにします。引っ越し待ち。髪の色以外全部キャンディーさんやもんね。さあ、それではそう、アスムとユニポンちゃんはまだやっぱり戻らないんすかね。ちょっとアスムを呼び出し、おかえり。リンちゃんとこおったらめっちゃなんかご機嫌やけど。うん、わかるんですね。僕にすべきことがあったってそんだけ周りに音符飛ばしとけばわかるやろ。どうも、いい一日になるといいですね。うん、あ、そっか、リンちゃんは親友なんやね。ぎこちない。ずっと悲しいまんま、そこから何か進展はないものでしょうか。多少ちょっと進展があってもいいんじゃないかと思うんだけど、そろそろね。結構美味しかった。よかったよかった。じゃあちょっと、フライパンで料理でもしてもらおうか。美味しく作ってみせましょう。はい、お願いします。隠し味。隠し味。これも食べたら他のものは食べられなくなるよ。マジでそんなにプロの味やん。なんだなんだ。蜂蜜仕立て牛乳。蜂蜜仕立ての牛乳？普通にいいんじゃないかな。でも冷たい牛乳に蜂蜜ってなんか微妙な。ホットミルクに蜂蜜やったらいい気がする。私ホットミルクに砂糖をめっちゃ入れるけんさ、それの代わりに蜂蜜とかに変えたら良さげな気がするね。はい、ナダさん入ります。遊んでください。遊ぼう遊ぼう。お、キャッチや。よっしゃ来い。行きますよ。欲しいイヤリング。ほっぱい。あー、ダメだ。最近なんか若者のピアス離れみたいな言われよることない？行きますよ。はい、私はもともとピアスの穴を開けて、開けていないので。だってめっちゃ痛そうやん。完全に痛そうやん。だってイヤリングでもさ、ずっとつけとったらなんか血が止まりそうなような気がするのにさ、穴開けるとかちょっと意味がわからない。右足から登ります。すごいなって思うもん。勇気あるね、みんな。よし、キャラメルさん入ります。遊んでくれますか。ほい、遊びましょう遊びましょう。対戦絵合わせ、2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。じゃあ先行でいきます。私はい、あ、くそ。どういう失敗の仕方をしたらそうなるんだ。何のゲームでもそうやけど、失敗作すごいよね、なんか。お、斜めや斜め。いけるー。よし。いいぞ。おーっと、思った感じと違った。思った感じと違った。あー、ダメ。あー、取られたー。パーフェクトで行きたかったのに。お違うよ、そこ人間じゃないでしょ。お、やった、これはもういけるやつや。イエーイ、ほらほらほら。くそ、あの一個だけが悔やまれるね。そこだけ、マナリさんだけ開けなかった。ありがとう。それじゃあ一番大きいので。お宝、風鈴をもらいました。ありがとう。元気やね。でもなんかこう、中学校ぐらいの時って
なんか休み時間に教室とか廊下とかで踊りよる女子めっちゃおったけどね。みんな踊るの好きよね。まあまあ美味しかったようです。なんかその時その時流行っとるようなダンスみたいなの。お、お着替えですか？あ、いいねいいね。体操帽子じゃなくなった。ほい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてってね。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。さあそして、友達クエスト最近やってないな。久々に行ってみる。友達クエストワンプレイ100円、100円ぐらいいつでも OK です。誰誰誰、ペロペロキャンディーが現れた。お、必殺空ぶ、空ぶんなしパンチ。なるほど、ヒロさん、ハクレンさん、ブラネちゃん、あの一番下はほのかちゃん、ライチちゃん。お、弱点に当たったっていいやん、ライチちゃんや。必殺ペロペロキャンディー強っ。どんだけ体力ある。お、洞窟へ向かう。てか多分ね、友達クエスト私一回ぐらいしかやったことなかったんじゃないかな。多分。わからんけど。パエリアが現れた。このすごい荒いドット絵ね。いいと思う。キー。このなんていうん、ちょっと、ファイファン的な、ファイファン的な感じの、この、なんていうん、並び方。基本的にドラクエの方がさ、すること多かったけんあれないけど、ファイファンってこんな感じやったよね。なんか、横向きの画面。この戦闘の時。で、味方キャラが、縦に並んどる感じ。パエリア強くね？え、逃げた逃げた逃げた。なんなん、やっつけれんの？右か左か。よし、はぁ、あ。危な。左に進む。何あれ、なんかある？え、何それ、何それ、怖いんやけど。敵？魔王双眼鏡。双眼鏡。どういう状態かが全くわからんかった、最初。キック、キック。やっぱパンチよりキックの方が効くような気がする。気がするだけやけど。パンチの方が効くんかな、もしかして。空振りー！いやー、痛い痛い。あ、みんなにダメージが。必殺。お、いいよいいよ。で、パンチは？同じような感じやね。同じぐらいやね、効くの。普通、手より足の方が効かん？そんなことないんかな。あー、ライチちゃん！死んだふりかーい。死んだわけではないんか。やっつけろ、やっつけろ。あーでも必殺技が使える子が一人いなくなってしまった、悲しい。ライチちゃん生き返って。ライチちゃん生き返って。じゃないとほら必殺技を使うヒロさんがもうちょっとでやられそう。あと一発でやられると思うんやけど。どうよ。それどうなんよ。ライチちゃん戻ってきてー。戻ってきてー。強いのはヒロさんだけだ。やっつけれるんかな。てか相手の体力表示してくれんかったらよくわからんよね。あー
な必殺技が使える人がもう一人もいなくなってしまった。なんてこった。多分ね、ハクレンさんもあと一回ぐらいで死んでしまうんじゃないかと思うんやけど。お、弱点に当たったよ。ちょ、頑張ろう頑張ろう。あは。どう、あと二回ずつぐらい。く。頑張れ頑張れ。あ、めっちゃ危険やん。頑張って。あー、弱点に当たったりとかしてくれないかしら。つらーい。相手の体力どんだけあるの？おー、空振ったよ、空振ったよ。いい感じ。敵も空振るんやね。くはー。あー、こっちまで空振ってどうすんだよ、おい。もう、ハクレンさんにすべてがかかってるんですが。すべてがかかってるんですが。あは、やっつけれない。やっつけれない。お、空振った。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これ、やっつけれたりとかするの？お、弱点。これ、やっつけれたりとかするの？なんか、普通に無理な気がしてきた。え？キックだよ、キック。お、これまた弱点に。あ、やっつけたー。ハクレンさん HP1 で。ゲームクリアおめでとう。記念にお宝双眼鏡をプレゼント。なんかこんだけ頑張って双眼鏡っていうのがちょっと悲しい。悲しい。ね、頑張ったのにね。はい、ミニエース見てこう。4時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日、吉春氏が河原でタコも食べていたところ、うん、飛んできたトンビにタコもさらわれてしまいました。え、普通に吉春氏によると、餌ってことよね。トンビにタコも取られるのはこれで3回目。あまり気にしていないとのことでした。タコが好物なの？お父さん、お母さん、私は元気にやってます。え、ここのインタビューを使って、ね、メッセージを、はい、4時のミーニュース。進歩してるんだろうか、今のはよくわからないけど。さあ、ということで、ということで、特にハートもないっすね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもあれさ、なんか魔王のところに行く手前にさ、もう一個階段あったことない？あれはなんか選んで向こうに進めれたりとかしたらいいのにね。勝手になんか魔王に一直線に行ったけど。Ha ha ha.